いっちゃんメディコです。県森林研究所は先週金曜日に県内のスギ花粉の飛散開始日が来月23日頃になると発表しました。毎年花粉症に悩まされる方はそろそろ準備を始めた方が良さそうです。花粉症について富山大学附属病院耳鼻咽喉科の庄若秀夫教授に聞きました。通年通り2月の下旬から、ゴールデンウィークぐらいまで花粉が飛散するのではないかと思います。花粉症の人の数は正確なところは分かっていませんが、これまでに行われた鼻アレルギーの全国調査などからおよそ4割の人が発症しているとみられています。原因となる植物は人によって様々ですが、2月からが杉で、その後にヒノキ、イネ科、ブタクサ、ヨモギと続きます。症状は鼻水、鼻づまり、くしゃみが主な特徴で、この他に目のかゆみや涙、充血などがあります。今は新型コロナとインフルエンザが同時流行しています。症状で見分けることはできるのでしょうか。コロナもインフルエンザも鼻づまり、鼻水、そしてくしゃみなどがあります。こういった症状が出た場合には花粉症とほとんど区別することができません。目の症状、アレルギー性結膜炎の症状が出ます。ですので目がかゆいなどの症状が出た時にはこれは花粉症だと考えてよろしいかと思います。花粉症の対策は花粉を避けることが基本です。マスクや眼鏡の着用、服装、手洗いや洗顔、室内の清掃や換気、花粉を避けた外出などです。新型コロナによるマスク生活でもしかしたら花粉症が発症しないのではないでしょうか。花粉症の患者さんは確かに、受診が少なくなっているという印象はあります。しかしながらこれは受診控えによって患者さんの数が減っているという可能性も大きくあると思います。花粉症自体は根治することはなかなか難しいので、一度症状が出てしまえば毎年花粉に暴露すれば症状が出るというものだと考えていいと思います。花粉症を防ぐための服装です。ウール製の衣類などは木綿や化繊に比べて花粉が付着しやすいので、帰宅した際に室内に持ち込まないように注意しましょう。髪の毛にも付着しやすいので、つばの広い帽子をかぶるのも有効です。花粉をいかに回避するかということが非常に重要になるのではないかというふうに思います。やはり外に出てやはり花粉が着物にくっついたり髪の毛にくっついたりしたときに、それを部屋に入るときに払って、そして頭の髪の毛も払って花粉を持ち込まないということが非常に重要だと思います。新型コロナ対策で換気は有効ですが、そうすると室内に花粉が入ります。どうしたらいいのでしょうか。例えば10センチぐらい窓を開けてレースのカーテンをこうすることによって、ある程度花粉が入ってくる花粉を減らすことができるとか、空気清浄機を強めにかけるとか、そういったようなことで対策が図られるのではないかというふうに思います。 3LDK のマンション1戸の場合、1時間換気をすると1000万個の花粉が流入しますが、窓を開ける幅を10センチ程度にしてレースのカーテンをした場合、花粉の流入量は4分の1に減らせたそうです。ただ花粉は床やカーテンに残っているので、こまめな掃除とカーテンの定期的な洗濯を心がけてください。花粉は来月から本格的に飛散が始まります。今からどんな準備をしたらいいのでしょうか。初期療法という治療法がございます。これは花粉が飛散する2週間ほど前から、お薬を服用し始めると、効果が上がると言われているものですので、例えば2月の下旬でが花粉の飛散開始日であれば、2月の上旬から薬を飲み始めるというのも一つの考え方だと思います。毎年花粉症に悩まされる方は、辛い思いをする前に早めの準備を始めてください。次回は花粉症の薬についてお伝えします。どんな薬があるのか、そしてその選び方などをお伝えします。いっちゃんメディコでした。